パンアメリカン航空103便爆破事件。パンアメリカン航空103便爆破事件。パンアメリカン航空103便爆破事件は、1988年12月21日に発生した航空機爆破事件である。通称ロッカビー事件、パンナム機爆破事件。リビア政府の関与の下で実行されたテロ事件として、国際問題になった。また、被害を受けた。 パンアメリカン航空、パンナムがその後に経営破綻する遠因にもなった。機長、ジェームス・ブルース・マック・ウォーリー、55歳総飛行時間、約1万1000時間、うち747は、約4000時間無線担当。副操縦士、レイ・ワグナー、52歳総飛行時間、約1万2000時間、うち747は、約5500時間操縦担当。 航空機関士、ゼリードン・アブリット、46歳総飛行時間、約8000時間、1980年のナショナル航空とパンダムの合併により転職。1988年12月21日、パンアメリカン航空103便は、西ドイツのフランクフルトから、イギリスのロンドンとニューヨークを経由して、デトロイトへ向かうフライトプランで運航されていた。ただし、 フランクフルトからロンドンまではボーイング727でパンアメリカン航空のハブ空港であるロンドンでボーイング747-100クリッパーメイドオブザシーズ海の乙女号に機材変更さることになっていたロンドンからの便にはフランクフルトから来たボーイング727から引き続き103便に乗る乗客47名と乗員2名に ロンドンから搭乗する194名の乗客と乗員16名が加わった。またボーイング727からの貨物はノーチェックでボーイング747に搭載された。103便は予定より30分遅れて1時間30分のトランジットの後にヒースロー空港を離陸した。103便がヒースロー空港を離陸してから40分後の 現地時間午後7時3分ごろ、スコットランド地方のロッカビー上空3万1000フィートを飛行中に全部貨物室に搭載されていた貨物コンテナが爆発。爆発により機体は空中分解した。機体の残骸は広い範囲に飛散したが、両翼と中央胴体部分がロッカビー村の居住区に落下し、民家を巻き込んで大爆発して長さ47メートル。 深さ9メートルの大きな陥没跡を残した。運行乗務員、客室乗務員、そして、ファーストクラスの一部の乗客は、シートベルトを着用したまま発見された。その結果、同期に登場していた、乗員16名、乗客243名全員だけでなく、巻き添えになった、住民11名の計270名が死亡した。乗客には、 ロンドン在住の日本人青年、当時26歳も含まれていた。空中爆発及び燃料の引火により犠牲となった乗客のうち10人と住民11人はついに発見できずに終わった。しかし検視官によると事故直後、客室乗務員が数と農家の妻に発見されたが、その農家が助けを呼ぶ前に死亡したらしい。おそらく他にも生存者がいたとされる。 爆発は、機体前方の貨物室にあった、航空貨物コンテナの下部で発生していた。もし30分の遅れがなく、フライトプラン通りの運航であれば、103便は、爆発時に、大西洋上空を飛行していたはずであった。爆発の原因は、セムテックスと呼ばれるプラスチック爆薬を用いた、次元爆弾の爆発によるもので、日本製のラジオカセットレコーダーに偽装され、 スーツケースの中に隠された上で、機内に貨物として積み込まれていたものであった。機体の残骸にこの爆弾に使用されていたラジカセの基板が突き刺さっていたが、ラジカセを包んでいたとされる衣服の特徴的な繊維から衣服がマルタ島で販売されていたことが判明した。そこからアメリカとマルタの捜査当局による捜査が行われ、スーツケースと爆弾の足取りと所有者が判明した。 最初、アメリカ当局は、同年7月に起きたアメリカ海軍のイージス巡洋艦によるイラン航空655便撃追事件に対するイラン政府の援助を受けたパレスチナ人のテロリストによる報復行為ではないか疑っていたが、調査が進むうち、残骸から発見されたタイマーの製造元がわかり、その会社が製造したタイマーをすべてリビアへ売ったことが判明した。さらに、 爆弾を入れたスーツケースに入っていた服を売っていた店がマルタにあることが判明し、その従業員の証言から買ったのが、リビアナーマリの強い男と特定されるに至る。このことから、リビア人のアブドゥルバーシとマグラヒート、アルイコールアミンハリーファ・フヒーマの二人が容疑者として浮上した。彼らは、リビアの情報機関に所属しており、アメリカによる1986年4月15日の トリボリをはじめとするリビア爆撃に対する報復として、この事件を起こしたとされる。皮肉なことに、リビアの空爆は、リビア当局のテロ行為支援に対する報復という、名目であったため、テロに対する報復が、さらなる、テロによる報復を生じさせていた。事件で使われた爆弾は、パンアメリカン航空のボーイング727が、マルタの空港に着陸した際に積み込んだと、 言われているが、この点は、後の裁判でも争点になっており、詳細はわかっていない。一説では、マルタ航空機がフランクフルト国際空港まで運んだ、航空貨物であったという説もある。また、2週間前に、フィンランドのヘルシンキにある、アメリカ大使館に犯行を告げする電話があったが、航空当局に通報されたにもかかわらず、 航空会社の経営悪影響を及ぼすということと、テロリストを利するだけという理由から無視されていた。そのため、一般には何の警告もなされていなかった。2011年2月23日のスウェーデンの新聞、電子版の報道によれば、ムスタファー・アブドゥルジャリール前治法書記、法務大臣に相当。後に、リビア国民評議会議長が、 カッツアーフィが命令したと証明できると証言している。ただし証拠を示していないため、事実かどうかを確認することはできないままにある。リビアは当初、容疑者らの引き渡しを拒否したため、国際連合安全保障理事会は1992年1月21日に、容疑者の引き渡しを求める決議731を採択。しかし、 リビアの最高指導者であるムアンマルアルイコール、カッザーフィー、カダフィー大佐は、容疑者は、リビアの国内で裁判中であるということを理由として、掲げ、拒否の姿勢を続けたため、国連安全保障理事会は1992年に、リビアに対し制裁を目的とした決議748を採択。翌年1993年にはこれを強化する、決議883を採択。 リビアは、その後、相次ぐ制裁により、態度を軟化させ、容疑者引き渡しに合意。1999年4月5日、首都トリポリで、国連代表に二人を引き渡した。さらに2003年には、遺族に対する総額27億ドルの、保証金支払いも約束。保証金支払いを約束した時点では、リビア政府が事件への直接関与したのではなく、リビアに属する。 公務員の違法行為による責任をリビア政府が負うという形で国家責任を認めるというものであった。しかし、後にアメリカの圧力を受けて撤回し、政府の直接責任を認めている。1992年、リビアはアメリカの制裁措置がモントリオール条約違反であるとして、国際司法裁判所に対し制裁措置をやめる、要仮保全命令を出すことを求めて提訴した。 しかし、国際司法裁判所は、アンポリ決議が、モントリオール条約に優先し、リビアは決議の実施を怠っている、として、リビアの請求を棄却した。この判断は、によって、国際連合憲章に基づく義務と、その他の国際法に基づく義務が抵触する場合、国連憲章に基づく義務が優先することが、規定されているからである。また、によって、 国際連合加盟国は安全保障理事会の決定を受諾、履行することに同意している。その後、長期間の交渉や仲介が重ねられた結果、リビアの態度の軟化もあって、容疑者を第三国であるオランダ国内において、同国内の駐留米軍基地にスコットランド咀嚼地を設け、裁判のため特別の咀嚼、そこに特別法廷を設置して、 スコットランド法、英米法ではなく、大陸法のために基づき裁判する、という異例の解決策が図られることになった。これに基づき、戦術の通りリビアは、容疑者を引き渡し、裁判が行われた。その結果、2001年1月31日に、メグラヒ容疑者に、終身刑、不暇容疑者には、証拠不十分として、無罪の判決が下されている。 ふひま容疑者は帰国、めぐらひ容疑者は、その後控訴したが帰却され、2001年6月より、スコットランドにて服役中だったが、余命3ヶ月の末期の前立腺癌と診断され、2009年8月20日に、恩情措置で釈放されて帰国。2011年リビア内戦により、カッツァーフィー政権が事実上打倒された、直後の2011年8月28日には、 企得状態にあると報じられ、2012年5月20日に自宅で死亡した。爆破犯が判明したものの、このことからパンアメリカン航空が登場していないものの荷物を乗せて運航したということになり、旅客と荷物の一致という原則に反して荷物検査を怠っていたこと判明。そのため、パンアメリカン航空の幹部も刑事訴追されて有罪判決を受け、これが パンアメリカン航空の経営破綻の原因にもなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。